皆さんこんにちは。アイドルユニットのかすみぞうと申します。突然ですがここで一句。年の瀬に少しは映えたいお年頃よっ。そんなわけで今日は映えスポットへ行きたいと思います。さて、そんなわけで今日は大阪のクリスマスイルミネーションへ。たまには私たちもチェーン店のみじゃなく映えるところにも行きたいってことで。あ、でもここめちゃくちゃ綺麗。あの階段の上が、あ、そう、あ、赤になった。はい、プロモーションビデオ、プロモーションビデオ風、本当にそしてなんかここめちゃくちゃ映えてません？映えてる。なんかさ、うん、後ろさ、ライトアップ、すごいすごい。これインスタ用に私たちもちょっとキラキラしたいじゃないですか、ね、アイドルなんで。アイドルなんでね、かわいい、かわいいし、ま、でもなんかいろいろテントが立ってて、私初めてここの地に降り立ったんですけど。地に降り立った、行ってみようか。ここやってるんですね、ワンダーナイト。あ、クリスマスマーケット、ね、え、ドーナツあるし、うん、やばいやばい、行きましょうか。行きましょう。かわいいね。行きました。わー、行こう行こう。クリスマスマーケット内にはドイツビール、ホットドリンクにドーナツ、スモアなどもありました。チョコレート一つお願いします、はい、300円です。100円のゲット。めっちゃ並んで。ああ。ああ。今日はみおちゃんのその下まで映ってなかった。さてね。あ、ホットワインと。みおちゃん、来年のクリスマスにはもういろんなイベント引っ張りだこになってればいいね。なわけで今年は2人でクリスマスマーケットでした。そうだ、あと1月27日に私たちの新曲の配信が決まりましたので、来月なのでぜひぜひ楽しみにしていてもらえたらなと思います、はい、たくさんの方に楽しんでもらえますように。